日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。はい、本日はこちらシャトレーゼの低糖質ケーキ3種類とアイスケーキ2種類を食べたいと思います。でちょっと映像を確認してたな、ちょっと自分のやらかしでマイクで音声が拾えてなかったので、今日はアフレコで対応しています。どうかご了承ください。申し訳ありません。はぁ、しくじったなと。せっかくへこんでても仕方ないので、早速レビューの方行きたいと思います。まずこちら低糖質ケーキはチョコレートと、ショートと、あともう一つスプレチーズがありまして、でアイスケーキはチョコレートと、ちょっと最初イチゴだと思っていたレアチーズケーキがあります。あとビトーラテも飲んでますよ。飲んでいきますよ。甘いものばかりだとちょっとかもしれませんからね。次、やっぱりアフレコだとぎこちないな。本当に腕ぎこちないのは袋の開け方も、袋じゃなくて箱の開け方も一緒ですね。いろいろとぎこちない。はい、というわけで、まあ、とりあえずなんとかショートケーキ剥がして食べていきたいと思います。フィルムはついてるんですね。あと果肉は乗ってないか、さすがにそれは無理か、残念。では早速スプーン入れて、いただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっと間違えないでよ。それにマイクの点もほんと真面目なんだけど、どこが抜けてるっていうところがあるよね、あなた。はい、自覚はしてます。だけどもどうしてもやるんですよね。仕事だとまだシャキッとするんですけど、そういうんじゃないとみたいな部分が甘い考えと言い訳ですよね。はあ、ほんと、もっといろいろ頑張っていかないといけないのに。で、肝心のまた味のレポート忘れてるじゃん。低糖質とは思えないほど味がしっかりしていて、どのケーキも美味しいです。これで祝ってもらえたら嬉しいですね。あなたもそう思うはずです、きっと。ごちそうさまでした。まず最初にお詫びしなければいけないことがあります。こちらのアイスケーキ、いちごショートと言いましたが、これレアチーズケーキでした。ベリーレアチーズケーキ。ベリーの部分だけで判断してた。商品名を間違えて本当に申し訳ございません。お詫び申し上げます。で、味なんですけど、糖質85%のショートケーキは結構いちご、なんだろう、いちごジャムというかシャーベットというか、そういった部分の冷たさがと甘酸っぱさが結構じゅわっと広がってきて、ただのさすがに果肉が乗ったショートケーキよりはちょっと下がりますが、十分美味しかったです。で、こちらの糖質 86% カットの濃厚チョコショートケーキ、チョコレートが本当に濃厚で少し苦め、糖質カットのあるのかな、大人向けのチョコケーキでしたね。で、こちらの糖質 74% カットのレアチーズケーキ、レアチーズケーキの糖質カット率が一番低いのはちょっと意外ですね。あるいはもともと糖質はそこまで高くないから控えめにしたのかな。ふわっとシュワッした食感の生地が口の中でシュワッと溶けていって、チーズの濃厚さも広げてくれました。で、こちらのアイスチョコケーキも先ほどのチョコレートケーキと一緒で、口の中で濃厚な苦味は広げてくれましたが、一方でチョコレートケーキにしては珍しく、ホワイトチョコも乗ってるので少し甘めなミルク感もありますね。バニラも入ってるみたいです。チョコレートバニラと書いてました。もうちゃんと見とけよな、商品名。で、
先ほどお詫びしたレアチーズケーキはさっぱりとしたベリーの果実がじゅわっと広がってきて、なんて言うんだろうなこれ、甘酸っぱさとチーズのさっぱりした酸味で量に反してあっさりといただくことができましたね。今回食べた中ではこちらのレアチーズアイスケーキが一番美味しかったので、さっぱりとして気分になれます。おすすめです。自分は5点とさせていただきますね。それでは、卒業なのに後悔するケリ告白をしたのを後悔したのか、しなかったのを後悔したのか、どっちなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。